ここにありますのはその親戚時代にあのそういう,こう天に昇る思想があったということを示しているお墓でありましてこの人の横に龍と思われるあの石積みそれから虎と思われる石積みがあってこの亡くなった方の魂はこの龍に乗って天に昇ったと思われます。でまあこの宗の時代祖先神はどのような姿をしていたのかということで、まあ、そういう神様の造形を見ますと。 かななり特徴的な生きていた時の姿とはかなり違う姿で、まあ、祖先神としてこの一人一人がどの王様かというような、まあ、そういうものじゃなしに祖先神が皆で天で地上を見守るというふうなそういうふうな在り方であったと考えられます。お墓の中で個人を重視すするようになってきますと 若の中に新しい祭りとして様々なそのあな亡くなった方の力があったということを示すようなこう蔵でありますとか、穀物の入れ物でありますとか、さまざまなものをこう豊富に入れていくという。その人個人が立派な人であるということをまあ示すようなことをこう頑張ってやっているという。な、そういうことです。